マーサ・チェイス・マーサ・カウルズ・チェイスは、アメリカ合衆国をイオ州クリーブランド出身の遺伝学者である。父、サミュエル・チェイスは、ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の教授で、ルースという名の妹がいた。1950年に、ブースター大学より学士号を取得し、1952年に、コールド・スプリング・ハーバー研究所で助手として、働いていたチェイスは、ティー・ニ・ファージと、 大腸菌を用いてウイルスが複製するためには DNA のみが必要であることをカーネギー研究所の遺伝学者アルフレッド・ハーシーと共に証明した。1953年テネシー州のオークリッチ国立研究所に職を得る。その後ロチェスター大学でも報酬した。1950年代の間チェースはコールドスプリングハーバー研究所のファージグループに属する。 生物学者による学会にたびたび出席した。1959年に南カリフォルニア大学大学院入学。科学者、リチャード・エプスタインと結婚し、マーサシー・エプスタインと改名したが、1年と経たない、うちに離婚した。1964年、南カリフォルニア大学より博士号を取得し、その後も同大学で研究を続けたが、 私生活と研究生活の苦労から、過度の飲酒と喫煙をするようになり、健康を害した。1960年代後半に病気と、研究職から解雇されたことを理由に、クリーブランドハイツの実家に戻った。亡くなるまでの数十年間認知症を患い、作動記憶の喪失に苦しんだ。2003年、オハイオ州のロレインにて肺炎で死亡した。 A.B. ザマットサイエンスブログジェンダーバイアスインサイエンスパート4マーサチェイス微生物学で最も重要な大発見ドーソンミリーマーサチェイス大豆ありがとうございます